圧倒的な歌唱力で幅広い世代から人気の演歌歌手島津亜矢さん。紅白歌合戦には2019年まで連続出場していますが、いずれも持ち歌を歌っていません。そこにはある大人の事情があるようです。今回は島津亜矢さんが紅白で持ち歌を歌わない理由について、芸歴とともにご紹介していきます。島津亜矢のプロフィール。島津さんはたった3歳の頃から演歌を歌うようになり、6歳の時にはのど自慢など各種大会に出場していました。するとその圧倒的な歌唱力で優勝を総なめしてしまい、出場を断られることもあったそうです。演歌の申し子と言われ、優勝トロフィーはなんと100本以上獲得していました。5歳の時には家族みんなで家族揃って歌合戦に出場し、審査員の作曲家高木東六さんから、この子は末恐ろしいと驚かれたエピソードが残っています。そして14歳の時に一人故郷を離れて作詞家星野哲郎さんに弟子入りすると、1986年袴を履いた渡り鳥でデビューしました。翌年には坂本冬美さん、石上久美子さんと共にはつらつ三人娘結成するなど活動されましたが、しかしなかなか曲の売り上げは伸びず、苦悩の日々が続きます。プロの演歌歌手として生きていく厳しさを目の当たりにした島津さんは、過去の栄光である100本以上のトロフィーをすべて捨て、初心に戻り一から頑張っていこうと決意しました。そしてスナックなどを回って営業しながら経験を積んでいきます。すると1991年に発売した愛染かつらをもう一度が30万枚を超えるヒット曲となります。1994年にはラジオ番組歌うヘッドライトのパーソナリティに抜擢され、活躍の幅を広げていきました。そして2001年第52回 NHK 紅白歌合戦感謝状母へのメッセージで初出場を果たし、その後紅白からは遠ざかりますが、2015年第66回 NHK 紅白歌合戦に帰らんちょよかで14年ぶりに復帰、以降4年連続出場されます。するとその圧倒的な歌唱力で幅広い世代から反響を呼び、島津さんの公式プロフィールがアクセスしづらい状況になるほどでした。また数々のバラエティ番組や音楽番組に出演し、カバー曲を披露するなど、現在話題の演歌歌手となっています。紅白で持ち歌を歌えない理由とは、2015年から2019年まで5年連続で紅白に出場された島津さん。しかし一度も自分の持ち歌を歌っていないのです。2015年はバッテン荒川さんの帰らんちょよか、2016年美空ひばりさんの川の流れのように、2017年ベッドミドラーさんのザ・ローズ、2018年中島みゆきさんの時代、2019年糸と、いずれもカバー曲を披露しました。ではなぜ島津さんはカバー曲ばかり披露し持ち歌を歌わないのでしょうか。そこには NHK 側の事情があるようです。紅白の選曲はNHK が決めており、島津さんが自由に選ぶことはできません。島津さんは近年カバー曲で幅広い世代に注目されていることから、島津さんのカバーソングを紅白の名物にしたいという NHK 側の策略があるのではないかと言われています。 NHK がこの方針を変えることは考えにくいようで、今後も出場した際には
カバー曲を披露する可能性は高そうです。なお島津さんは2019年の紅白出場についてインタビューで、もし出場が決まったら自身の曲とカバー曲どちらを歌いたいですか？という質問に対し、どちらでも大丈夫、自分を最大限表現できる歌であればと答えています。歌怪獣の名付け親はあの人だった。島津さんといえば、その圧倒的な歌唱力から歌怪獣という異名で呼ばれています。実はこの名付け親はマキタスポーツさんなんだそうです。マキタスポーツさんは2015年の紅白で島津さんが歌唱した帰らんちょよかにとても感動し、その翌月に出演したラジオ番組で島津さんのことを歌怪獣と称し絶賛したことから広まりました。島津さん自身もこのニックネームを気に入っており、2017年7月に放送された NHK の音楽番組歌コンでマキタスポーツさんと共演した際には、自分の名前を広めてくれたことに直接感謝を述べました。またその後、島津さんはマキタスポーツさんが3ヶ月に一度開催しているイベント LINE @マキタスポーツにもゲスト出演し、颯爽と綺麗な着物で登場。大歓声の中、その歌声を披露しました。マキタスポーツさんは、明治座のようなライブは初めてだと笑いつつ、島津さんの歌声に鳥肌が立ったと絶賛しました。病気と辛労で激痩せ。そんな現在大活躍の島津さんですが、ネット上ではデビュー当時に比べ激痩せしたのではないかと心配する声が上がっています。確かにデビュー当時は少々ふっくらしていますが、現在の島津さんはかなりスリムになっています。痩せた原因として2016年に患った病気が原因ではないかと囁かれています。2016年、島津さんは急性声帯炎にかかってしまったそうです。この病気は声帯が赤く腫れ上がり炎症を起こしてしまうもので、声を出しすぎて喉を酷使したり、風邪をひいて声がガラガラになった時などによく起こります。島津さんは歌手として喉を長年使い続けた結果患ってしまったのかもしれません。しかしこの病気が直接の原因となり痩せることはありません。それよりも仕事に対する責任感やファンを大切にする思いから精神的にも支障をきたし、食事が喉を通らなくなってしまったのではないかと考えられています。またもう一つの原因として挙げられるのは、2016年に起きた故郷熊本の震災です。島津さんの母親は熊本県の人吉市出身で、この時被災されました。幸い母親も親戚も無事だったようですが、故郷を襲った大震災により心身ともにダメージを受け、痩せてしまったのではとも言われています。それ以降も熊本は大雨による被害など自然災害に見舞われており、島津さんは2020年7月に行った無観客配信ライブで故郷を思い涙を流しながら歌唱しました。現在は島津さんがカバー曲を歌い続けるのは演歌以外のジャンルにも挑戦したいという思いからのようです。そして現在も精力的に演歌以外のポップスを歌っており、2010年にリリースしたカバーアルバムシンガーシリーズは2023年1月には8作品目を発売予定です。また近年は紅白歌合戦でお姿をお見かけしませんが、相変わらずコンサートは大好評で、歌番組への出演など精力的に活動を続けています。いかがだったでしょうか。
紅白でカバー曲しか披露してこなかった理由は意外でしたね。しかし島津さんのおかげで演歌がより身近になったことは間違いないでしょう。これからも持ち歌、カバー問わず幅広いジャンルの音楽を歌い続けてほしいですね。